ご来場のお客様にお知らせいたします。ただいま2022年選手プロデュースメニュー第5弾を好評発売中です。スコアボード裏恋コートナインでは、豚バラ肉に塩だれをかけレモンを絞ってさっぱり仕上げた、暑い時期でもがっつり食べられる一品、堂林選手プロデュースがっつりだけどさっぱり翔太のネギ塩豚丼。入団後初のプロデュースメニュー、地元横須賀のカレーをイメージし、具沢山でトッピングスパイスを好みで、秋山選手プロデュース勝利を手繰り寄せる秋の勝ちカレードリンクに梅ゼリーを入れた新感覚ドリンク、まだまだ暑いこの時期にぴったり、坂倉選手プロデュース桜だけど今年は梅、正午のスッキリ梅ソーダ。スコアボード裏スパイスポットでは、地元で食べる大好きなメニューを再現、6種類のトッピングがマッチしたスパイシーな一品、ターリー選手プロデュースターリーセンスナチョス。コンコース一流からガツガツガッツでは、昨年好評だったナッシェイクを今年はスムージーに、栗林選手の投球のように暑さを抑えて応援しよう、栗林選手プロデュース暑さもピシャリ栗林のナシスムージーを販売中です。ぜひこの機会にお召し上がりください。グルメ祭りマツダスタジアムを赤く染めろう好評開催中です。コンコース3塁側 C 面では、ピリ辛トマトスープがやみつきになる冷やし担々トマトラーメン、コンコース3塁側カレーでは、韓国料理の定番ザクザクスパイス系ヤンニョムチキン、スコアボード裏レモンレポンレモンにはひんやり爽やかな喉越しのアイスレートレモネード、スコアボード裏スパイスポットではマサラの特徴激辛ソースをトッピングできる激辛レッドカレーを販売しております。その他にも辛い料理からスイーツまで、フードメニュードリンクメニューともにバラエティ豊かにご用意しております。この機会にぜひお召し上がりください。